ダメだ。当てに取れないっていうのは宇宙のところだ。シャルテッドでも取れないの？シャルテッドだったら取れんじゃないの？取れないの？無理なんだ。色々楽勝やん、シャルタット戦。今のは入水しないと。痛い、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 近づけて、近づけて。別に近づかなくてもいいと言えばいいのか。でもこれやってどういうルートとするとこれに当たるんだよ。2敗 S ならまあなんとか。うん、ルールからぶったらあとジョーカー食らうから。今打ち上げてジャンプでだけど、ああもう固めなんだって、動いちゃダメなんだって。金 S 目のあと 2K で動いちゃう。これで当たるからね、このマランとかいうの。なんだその持続っていう。弾切れるまで待てばいいんだけど、それがめんどくさいんだよね。そうそう、飛ぶからね。痛い。まあ少し自分減らそうぜ、わら。あー僕の投げ濃すぎが。まだ強いね、やっぱり。さてここでシャルテッド相手に風弾を使ってみよう。いやほー、オワコン風弾。ああまだ動いちゃダメだって。あっ飛んできてない。あれ逃げ振ったつもりだったのにイエスなってた。よでし。で。思ったより短いんだよな。弾がないんですけど。弾ないからでも痛いこと何もできないんで。安心してくださいよ。こうやって弾を込めるしかないんだよ。ひぃ、頑張って押してみたけどダメ。ちょっと歩きすぎたなとは思ったんだよ。ちょっと歩きすぎたなと思ったんだ。いくらシャルテッドでもそんな問題じゃなかった。痛い痛い、だから動いちゃダメだって禁煙すなと。超動いちゃうあれ。出る。あれ、あそっか、変投げだと間に合うのか。変投げじゃねえや。ランちゃんが上手に2回投げ狙ってたと思って入れ込んでしまった。投げミスったらもう1回投げは礼儀やから。むしろ2回ぐらいダッシュして投げる。まずは投げ抜けしたがりだからだ。初めてのステップぐらい見てから 2P で立つんだけど。ああ間に合うもんね。よっ、うわカクカクしてる。よし、カズランくんか。立ったから、立ったから。うせよバックステップ、やりすぎだ。あーごめんなさいごめんなさいごめんなさい。あー止まりまり、ダーチ系振ったのにもったいない。やべ、シャルテッド 2P2P し飛べねえ。あれなんでこけたの。ミス
けるカチャン。いや、大丈夫、タイプ弾切れてる。あー、なるほど、弾使ってない、もはやボンボとかに全然弾使ってない。ゲージが溜まる一方、ニュース反応が悪いよ。だから動いちゃダメだ。こんなニュースやって言ってたら食らっとる。みんなも、ニュース、そうだよ。まあ、寂しみりだからね、許して。よいしょ。この辺のニュース。はい、終わった。ニュースやなかったね。ニュースかと思ったんだけどね。確定取られたけど、あんまり悔しくない。あ、ごめんなさい。で、スカカグ。あそこにも確定取れる。ニュースニュースと今の。ニュースニュース。対空反応が甘いな。ニュース命。ニュース命だね、こいつ。こんな早かったニュース。全部全部何でも落ちるな。いたたたたたた。だから動いちゃダメだって、キエスガードした後。ニュース間に合ってない。検査所悪い。痛い痛い痛い。そうですね、これ選択すると辛そうに見える。あー、ちょい食らう。したんだけどな、僕先投げられた。ソール弾はまあいける。火炎弾とね、てかね、一番きついのはやっぱり風なんで、存在価値を疑う。だがシェイクには風弾がうなるんだよ。本当かよ。いや、言ってみただけ。ああ。弾が通らねえ。腕するけど腕するけどさ、よいしょ。ハイジャンプ短い。ヘイプは何か変わった。ハイジャンプは短くなった。あのアルティメットの後に裏表できなくなりました。うん、結構なあれ。いや、ぼーっとしてた。あのジャネスはマジでおかしかったからナイスだな。いや、まあジャネス変わってないけどね。ジャネス自体は変わってないけどね。空中投げしようとしてお前たち JHS が弾切れてる。あら。ああ、もう。ほら、カズダムなったやろ。チャンス起動からの表当て裏落ちね。お、表しかできない。だから動いちゃダメ。画面を見よう。おでたまがうなる。あまり打たない。おお。どうなった。うなってんだろ、カズダム。うなりすぎてびっくりだろ。作者の対戦相手誰です。ロリコンさんです。風玉が強いというよりワンさんが強いような。うん、正解風さん強い。風強すぎだろこれ。風強すぎじゃねこれ。調子に来たわ。風で自分の方に乗せてしまったがために起こった悲劇だわ。うぜえ。投げ抜き反応良すぎて。あー、もうタッチパン、タッチパン。
だから動いちゃダメだって言ってんのにほら死んだ。アドバンスで。もう。シェイクには体がうなるって言ったろ。まあ、シェイクさんはね。今日は風が騒がしいな。だいたいシェイクさんね、得意のね、ランドレーズを打てないっていうのが、ね、割とめんどくさいところではある。ランドレーズ打ったら変な風が貫いてきやがるから、わざと言うから。クイックアンドレッド2つに分裂したやつ当たったら痛いから。結構。あ、表しかねえ。まあ、玉のエフェクトが犬の顔。あ、こんなのできたな。そうか、ワンワン界隈は嵐が出るようになったか。成長したな。まあ、シェイクはこうやってクブタイクしとったら死ぬから。痛い痛い。シェイクが飛び込んで全部抑えた。うおー、ヨヨちゃんがいきなり。うわー、動きが。これが有名でー。痛い痛い痛い。シェイク飛んできたら、空対空仕掛けて、地上で何かやってくるんだったら適当にガードとか。50少ない。50。投げられた。マグヤタッチパンでいいんだよ。テストバージョンでなんか気だった。どこ向いてん、どこにタッチパン振ってんの。申し訳ない。なんだなんだ。なんだ？かっこいいことするの？キッ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 。しんど。シャケさん勝てねえ。このフガさんちょっと銃使わないね。このフガさんなんか低空ダッシュ JK JP しかやってないから。あと1回か。いやー、風弾の持ってるってだけのプレッシャーがかかってるからね。ないから。使えない分、相手も飛び道具使えなくなってるから。そのプレッシャーは関係？だ、体型だくそ。好きなためにおかしいよ。でもものが有効そうな気もする。風玉強いな。修正されてるな。体型だくそ。ダメですよ。痛い痛い。強くてごめんなさい、体の。強すぎるんじゃないの、この弾は。痛い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 。キャーキャー。強すぎるんじゃないの、この風玉とか言って。ちょっとこのシェイクさんがちょっとね、まあ若干残念なところはあるけどな。このシェイクさんちょっと残念なところあるからね。なんかそのアルティメットソードかの謎の読み合いばっかり狙ってくるシェイクさんなんで、これ落とせないからな、このシェイクさん。このシェイクさんタッチピーで落としちゃいんだよこれ。よし、そんなんやっても意味ないから、ね。
ゃんと当て身しないとあのアルティメットの後に。アルティメットの当て身とクラウドのタクダン。アルティメットやって、その後立ち系とかで暴れてきたら、その当て身が効くし、まあ、当て身を警戒して遅らせてきたら、まあ、暴れても普通に攻め系でできるし。なかなかのパワーと、まあ、あっ、トレントロットできる距離まで維持しないと意味がないよ。これね。立ち HS 振ってその後ダッシュとか、フリーフレーム強ってダッシュとかちょっと。はい、立ち番体育下手くそ。なんでびっくりするんだけど。この壁がね、こっちもなんでびっくりするんだよ。シャケさん引退だな。だって僕の使い以外一生終わったけど。アイウェンとか使えるの？アイウェン使うの？アイウェンは使えてないぞ、おそらく。あんまり使えてないけど、確かに。まあでも、マシなんじゃない？まあまあ、マシではあるかな。シェイクっぽかった。え、そう？まだシェイクの方が自信あるんだけど。シェイクちょっと、まあ残念な感じだったような感じだけど。指が滑っちゃう。入りたい。それね、それ当たるのね。それをやられた経験の少ないやつだけだから。すでにそれは大体考案者との対戦をよくやっていたというのに、こんなのオリジエスワールオリゲランなんて当たらんぞ。それは当たる。逆に当たる。マジですか？わらわら。マジですか？いた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 。あ、死んだんじゃないこれ。ベベベベ。なっけ。間違えたな。立ち合いに負けちゃった。アイウェンはカードダンで十分だ。これガフだよね。やつらかんこもやすぎてガフだから。うわー、バレてた。
じひなガース。ああ、間違えたよ。開き直ってピアノリムするよね。そんなんじゃ勝てないぞ。まだ勝利打ってくるんだろこいつ。そうだけど、まあ、でも宗教でやるんだよね。いやー、やれないわ。やっぱりダメじゃないよ。やっぱりダメじゃないかな。もうちょっと軽く出せたらね、もうちょっといけるんじゃないかな。いやだってもうなんか考えてるよりも早いんだもん。動きがさ、頭追いつかないよ。でも使ったら慣れてくるよその辺。まあまあね。動き早いんだけど。自分が翻弄されるんだけど。混乱してる感は見受けられるけど。柔らかいね。それでバックジャンプラップとかの広いぐらいはやろう。あれな、昔はやってたんだけどね。痛い後ろ行くぞとか前行くぞ、置き止めとかでもそうだ。おお、これね、やられてる方はなんか混乱すんだよね、これ。いや、そんな誤爆なんてないね。おお、なんか後ろになったのが当たりそうだ。そう天気読みだったか。勝手まあ、これみたいで崩れやしないけど、そんな、まあ、例えば、あれでどうだった後ろワールドと思って、いい、この混乱してる感が、この混乱してる感が、無理してそんなもん使ってたけど、あれ使ったらいけるよ、デリート使ったらどうするよ。フェアリーの方で安定していった。危ない。いや、ハブエット3割すんだわ。そわとかしていた方がいい。
そう。すぐ出そう。あまり長々と殴ってもしょうがない。まあ、どっちにしろガフだもんね。あれとかかん。あれとか、陽動とか関係なく。投げられる。まあ、その大きい点々で投げれるから。選択肢だから、ね、勝利振ってたら何の送りになっちゃうんだろうね。勝利したのは、ね、空中ダッシュの回数が多いのを使って置き攻めで殴ると見せかけて下がるとか、あそういうことしてないと昇竜中にある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 。んフルコン、これ勝利中にやられるかな。大体ごめんなさいごめんなさい、いい打ちなゆんちゃんが。さっ勝利でワロちゃん。ああもう何日で勝利にやられるかな。これ勝利を使うと見せかけて投げるか。勝利剣、あごめんごめんごめんもうねこのね、あれ動きいっぱいできるんだからね、勝利警戒しとかな。何に突っ込んできたら勝利もポイントが続くのかな。意外と強い強い強力できるな。勝利剣ってやってくるかな。そんなね、見え見え止まってたらね、勝利いかないからね。もっとこう、殴ってくるぞ風をさせないと、ね。切れなくても走ってゲージが溜まるから、うん、それやっぱダメだな、ゆえんちゃんこれ。2回負けたぞ、3戦して2回負けたぞ。いや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 、前も一番強かったんじゃないかこれ。私はちょっと